今日は生クリームをいっぱい食べたいって思ったの、うん、あ、生クリームが先行なんだ、うん、今月はね、ちょっと求めている、うん、あ、なるほどね、うん、いろいろ考えたけど、うん、なんか生クリームだけこう飲むのもいいけど、うん、よくないだろ、絶対それもいいけど、やっぱり生地が欲しいなとあー、生地ね、はい、ということで今日は生クリームもりもりのパンケーキを自分で作って食べます。あ、生クリームとべちょべちょのメープルシロップを生地につけて食べます。あ、いいね。生地が1、生クリーム10、メープル5。超えたじゃん。Xシングスが好きなんで、うん、ああいうなんかもちもちハワイアンパンケーキが好きで、うん、この再現レシピっていうのをネットでいろいろ調べたので、うん、今日はちょっといつもと違う材料を入れてやりたいと思います。はい、それでガはこっちやるから、ともやは多分しょっぱいのが欲しくなるから、なるほど、ジャーマンポテトを作ってます。やったー、いいじゃん。そう、甘い、しょっぱい、甘い、しょっぱい。何その、いっぱいできるようにオッケーオッケー、分担してやる。はいはい。量はね、だいたいこういうの 150g じゃん、うん、2倍でいこう。全部使えば、これ、この3倍3倍、うん、全部全部使わない。わあまあまあね、食べきれなかった。冷凍できる、冷凍できんだよ、ホットケーキって。よっしゃ、3回とも片手でできた。今回はですね、牛乳使わないんだよ。なんだ、牛乳じゃなくて炭酸水とヨーグルトを入れる。しかもさ、でもめちゃくちゃいろんなさレシピでパンケーキ今まで作ってるじゃん。8割失敗してる。意味わかんない。ビール飲んでさ、うん、腹痛はめっちゃ軽減されたんだけどさ、うん、食欲はされないね。それないね、うん、なんやかんやさ食べたくなり始めてるよね。前はなんか食欲もそんなにいけたかもみたいな、うん、なったかもって感じだったけど、先行者利益みたいな。始めた最初だけめちゃめちゃ効果なかったから、だんだん薄まってきてる気がする。だんだん薄まってきてる、うん、まだまだ、あい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 すごい。おお、だだだだだだ。うわ、うわ。なんか泡立っちゃったね。すごい。別のものになってる。ね、泡立っちゃって意味わかんない。ビールみたいに。炭酸飛ばさないように頑張った方が良さそうだね。はい、ポテト完成。早い。ほら、なんかすごいアメリカっぽくない？うん、お皿がいい味がしてる。今日アメリカの昼ご飯。そうだね。ハワイ。ハワイアン。結構小ぶりだよね。うん、これが何枚もってイメージ、ね、おー、うまーい、いいね、よしよし、じゃあ盛り付けましょうか。はい、いっじゃーん、すごい、すごい大量にできた、うん、全部で19枚できました。おお、トッピングが、うん、桃、バナナ、ブルーベリー、イチゴ、おー、アーモンド、うん、スプレー、ホイップスプレー、はい、これ初めて買ったんだけど、どうなんだ、これめっちゃ楽しそうだよ ね、やるの。これで 1000ml 分出るって書いてある、うん、1リットルの生クリームってことですか。いや、せーの、うわー、なんか引いてんじゃん、ちょっとスタバの店員でーす。うおじゃん、うわー、倒れていくよ、倒れちゃう。じゃあこれとりあえず1個完成させよう。そしよう、そしよう。いちごね、この季節は高かったね。ちょっと高かったね。ブルーベリー、こいついるだけで一気になんか美味しそうに見えるよね。桃が今回はいいですね。食べやがったね。さらっと食べんな。まあ僕もさっき食べたんだけどね。そうなの。でアーモンドダイス、おお、おー、これあるね。自分の好きなやつだけめっちゃ増やせていいの。確かに。で、迷うな。
カロリーハーフそこだけ譲るんだこんなこれ、これをやる人がここでハーフにしたから大丈夫一個譲ったからね、どうぞ。わあ、うまそう。こんなもんでしょう。オッケー、完成完成ということで完成。あー、すげー。生クリームもっとさ層になる予定だったのにさ、ね、どんどん溶けてるよね、もう、うん、アイスも溶けてる。でもうわ、でもそれぐらいが美味しいじゃん、アイスは適当じゃないかよでは、はい、お手を拝借よー、いただきます。最近焼いた中で一番いい焼き感加減なんだけど最近っていうか今までで一番じゃない。うわ、すごー、すごいじゃん。なにこれ、もちもちだね。もっちもち。炭酸水効果かね。ね、うん、なんだなにその感想できんじゃん、カロも第一感想、なんだって人いる。うまい。結構近くない？近い。グニャっていうか、もちっていうかさ、うん、パンケーキの食感がすごいわかるのがいいんだよね。いちごさ、結構酸味あるやつだからめっちゃ合うわ。おいしい。これ全部いけるね、カホ。いけるー今の一口さ、親知らず抜いて一番大きい一口だった過去一、うん、すごい。1枚食べたよ。僕まだ食べてないもんだって。ありや、うまっ、本当に美味しいなんだだからなんだだから田舎もんだったからさ、ホットケーキしか知らなかったんだけど、僕的に結構分厚めのでかいやつはホットケーキってイメージ。うん、ちょっとそういうとこじゃない僕話そうとしてるのに全然聞いてくれないいや、今回の爆食いはさ、トメはそんなワクワクしなかった、うん、カロリーハーフだから2倍かけても大丈夫意味ねえよ、それ鳥いる、鳥何が美味しいって、これがうまいわ。アーモンドライスがうまい、これがうまい、めっちゃ。これ見て、これカホ史上一番うまく焼けたホットケーキ記念に撮ってやる。記念に生クリームなんてもなんかけらんない、うん、細かく切って、うん、こう3段にして、うんうん、バクって食べるのが好き、うん、結局カホはさ、いっぱい口に入れたいって感じで、うん、うまいものを、うん、ポテチもさ、バーンってやって全部粉粉にすんの。もったいない。ポテチしないでさーって出してで、こうやって食べる。最後さ、溜、うん、まったポテチをさ、うんうん、ガーってやるみたいな。あ、そうそれが最初からだよ。そっか、良くない？あ、確かに、あれは最後のものだと思ってたけど、そんなことない、自分で作ればいいから。なるほどね。やっぱカホってね、そういう発想するよね。人には思いつかない当たり前を変えてくるよ、ね、そこがすごいと思う、カホ。最近大生の夢結構増えてんの今世でやれよ。らしいなんであんなに硬くない。この間出たのはさ、あの任天堂ダイレクトに出たい。大世は任天堂あんの、まだある、ある、全然ある。何やりたいのこれやりたい、それやりたい、これやる人になりたい。でも鳴らせないじゃん、これ。だからあれはスイッチの音なんだそうだけどさ、かっこ悪いじゃん。眉毛の動きがどうかだから、あれマリオだってこれやってるもんね。そううわー、でもあれすごいいいよね。やりたいよね。やりたい。結構パンケーキだけでも味があって美味しい。確かに、うん、あれはあの粉のおかげかな。かも ね。みんなにやってほしいゲームある。なになに、あ、間違えた何が間違えたかわかんないよ、まだ。さくな姫。あー、そうだそうだ、面白すぎて3日ぐらいでクリアしちゃった、ね、ポケモンもクリアしたことないし、途中で飽きちゃうんだよ。いや、さくな姫はね、ちょうどいいボリュームでアクションも良くて、なんか自分が強い感じするし、さらにその育てるっていう、お米を育てるっていうのがめっちゃいい。ゲームでもアニメでもそうだけど、気持ちがさ、すごい入り込むじゃん。うん、一回めっちゃ洗ったのよ。僕がこっちでさ、なんかしてたら、いきなり顔が後ろで、あー、顔が育てたこれがって叫んでさ、そう、一生懸命育てたこれがー
だってかさ、食べとかしなくからさ、あーこりゃ大変だわめっちゃ大変だよ。ああ、疲れた。やっぱ僕ダメだ。なんか甘いもの全然食べれない。胸いっぱいになっちゃう。感動してんじゃん。トボヤさん、トボヤ誰？誰？胃もたれすごくない？長いんだよ、本当に。ちょっと食べ合わせが悪いだけで、うんうん、うわ夜にさ、うなり出して笑っちゃう。胸焼けの方がすごい、胃もたれじゃなくて。あ、胸焼けしてないな。おじさんになってからなるもんだと思ってたんだけど、いやちょっと胃もたれするからやめとくみたいなさ。おじさんなんだよ。おじさんなのかも、僕も。うわ、じゃあ今のうちにやっぱ食べとかなきゃダメだね。若いうちにやった方がいいことは、うん、食べることだね。脂っこいもの、うん、ちょっと僕もう限界だわ。負けた負けた、もう無理。これ何枚だっけ。これ5枚。僕3枚しか食えないんだ。で、おかほはまた何度も食べれるじゃん、うんうん、冷凍残りするから、うん、そこに喜びを見出した。未来への。すっごいいい感じでした、はい、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしま す。それでは今日はこの辺で、めでたしめでたし。